さ、はい、コピーさせてもらってたから。あの、金松さんのところ。そうそうそう、うん、あれだいぶ助かりました。よかったです。3月ですね。2ヶ月でこんなに。でもね、ここ1週間でしたもん。あの、調子が悪くなって。だから、まあ、ワンちゃんのさ、例えば、あの、1週間って僕らで 6×6 ぐらい。ね、自分から考えてね。6週間ないし、2ヶ月ということは6、10、12ヶ月ってことになるわけですよね。2ヶ月って、1年。人間に無理やりやってはんだけどね。そんでこういった検査で出てきたことが、ごめんなさい、私本当に老眼です。そう、なかなか。でね、なんか最近遠近が。そう、だからそれをやる前にまだこういう状態です。ま、あの、まあ、最初ね、うん、あの身体検査だけで消化器機能が低下してるなと思ったんですけども。はい、これだけではないというか、だからグズグズしてたわけ、うん、それで膵炎があると、これ一番良くないです、うん、それから肝臓と、それから胆管疾患、肝臓と胆汁が流れる管が、まあ、炎症を起こしていると。そう、こういうのがあるもんだから、なかなかこれだけだったらさ、すぐでもないけど、まあ治療すれば割と簡単に良くなるんですよ。そうです、今までもね、あのこうやってあの食欲なくて脱水みたいな時は、ね、あの最初のワンセットやっていただいて注射と、うん、あれで翌日治るの。そう、治ってたの。でそれが治ってかないってことは、なんかが隠れてるということ。そう、今回初めてそういう、うん、でそれで、まあ、あのまた何回かやらせてもらったけどね、2回、3回か、はい、3回、ね、3回やらさせてもらってもなかなか良くならないのは、こういう膵炎とかね、胆管疾患、要は肝機能低下症があるから、だから良くならないと、はい、でさっきの検査結果で CRP ってのがあったじゃないですか、めっちゃ高いって言ってた、はい、でこれね、炎症マーカーなんですよ。これが炎症のレベルを言うわけなんですけど、うん、7以上っていうのはね、これ測りきれないってこと、振り切っちゃったってこと、振り切っちゃったこと、7以上ってことは 7.1 かもしれないし、うん、もしかしたら14かもしれないし、とにかくこの炎症マークがものすごく高いの。だからお腹の中にかなり激しく炎症が推移になると分かります。これを薬で抑えていくってことですか。そうなんです。で、はい、これを抑えていくにはですね、治療としてはね、やっぱ点滴しなきゃダメです、うん、で点滴も皮下点滴では追っつかない、こんな CRP が7以上の子は、うん、だから血管確保できたから静脈点滴をした方がいいです、うん、で時間さえもらえれば入院しなくてもできます。特に高齢の子はあんまり入院させないんですよ、私、うん、高齢の子は、はいはいはい、ここで亡くなっちゃったでしょ。まあそうですね、はい、申し訳ないし、いや、だからあの朝来て夜、あ、一日入院みたいな、そうそう、半日入院みたいな形で、それで治療させてください。そうすると、はい、点滴もゆっくり、これゆっくりやらなきゃいけないんですよ。何時間ぐらいかかるんですか。まあ、最低でも6時間ぐらいかけて、5、6時間かけて、じゃないと心臓に負担がかかる。朝お届けして、そう、夕方から今日みたいな感じで、そう、はい、そんであとは消炎鎮痛剤、うん、それの消炎鎮痛剤を使ってるわけなんですけども、最初は非ステロイドのやつを使ってたわけ、ステロイドじゃないタイプ、今まででもストレート、なんでステロイド系使ってたことあります、うん、あります、使ったことあります、あります、あ、そうなんですか、金松さんのとこで厳しいかも、まあ、これで収まればいいんですけどね、はい、まあ、こういうの仲間がアスピリンとかロキソニンとか、ね、ヒステロイドの消炎鎮痛、はい、ロキソニンって割と最近よく使う、ステロイド系なんですね、いや、ヒステロイド、ヒステロイド系なんです、ステロイドじゃない、消炎鎮痛だけど、あ、まあ、ステロイドってことはステロイドホルモンなんですよ。でステロイドホルモンで治療薬として一番よく使うのが副腎素ホルモン、聞いたことありますね、人間でも、はい、でこれいい作用と悪い作用がありますんでね、そこをちょっとお話ししておきたいんですけど、はい、で実際に使ってるのはビジネスホルモンの中のグレードミゾロン
これが一番よく使うステロイドジンスホルモンの中で一番よく使うのがこれです。で、これの方が消炎鎮痛効果は全然高いです。痛みを抑えてくれるし、炎症もより抑えてくれる。これでは多分抑えきれないですよ。CRP が7以上ではね。で、いい作用とダメな作用ね。まず消炎鎮痛作用がよりありますね。それから、ご飯食べたくない。食欲があるってこと？食欲が増えるから。あ、いいです。いいですよね。今食べないから。それから、お水をたくさん飲みます。いいじゃないですか。そう、いいこと。そうすると、おしっこがたくさん出ます。いいです、ね。うん、いいことですよね。で、ダメな作用。感染に弱い。ステロイドを使います。で、しっかり抗生物質を今日から効かせてます。なるほど、それだ。はい。今までは私、抗生物質は使ってなかったんだけど、今日から抗生物質をしっかり効かせてます。点滴の中にも入ってるし、ショットでも打ってます。あ、そうですか。感染に対して弱いと。それから、これをね、ステロイドを毎日ですね、2週間以上使うとですね、これ長期投与になるんですけど、これは避けたいんですけど、こうするといろんな副作用が出てきます。いわゆるホルモンのバランスが崩れて糖尿病になったりね、個人好きの抗心症になったり、それからあとは皮膚が薄っぺらくなる、それからステロイド性の過呼吸になったりすると思います。必ず2週間で出るわけじゃないですよ。それからあとは、2週間もやらなきゃダメですか？いやいや、だからやらないですよ、神経症状が出る子もいる。だからなるだけ早く、これは最初は毎日使いますけど、2週間以内には2日に1回に切り替えてきます。そうするとこの長期投与の副作用は出ません。だけど2日に1回にしてもこの感染に対して弱いとは出ます。だからしっかり抗生物質を効かせてもらわなきゃいけない。で、ちょっと薬、この子の薬は夕飯は食べさせてないですよね。待ってね、しずちゃん。待ってね、ごめんね。これ書いてある？何？はい。中田さん書いてないじゃん。何を？健康チェック表。書いてあるか。書いてあった。ごめんなさい。はい、で、健康チェック表で低脂肪のご飯食べなあかんんですよ。そうそうそう。私でね、大松さんが持ってるのがこれなんですけど、これでいいですか？いや。もっと脂肪が少ないご飯。なんか先生とかでいただいたあのドッグフードね、すごく美味しそうに食べてましたね。それを出したいんですよ。きっと美味しいんだろうと思った。そうで、はいはいはい、どうしたいんだろう。ちょっとこれしばらくやめておいてもらって、はい、治療であと大事なことはね、はい、食事療法なんですよ、うん、食事療法ね、うん、で大丈夫かしら。はい、はい、大丈夫。うん、大丈夫。早く出たいんだよね。よ、帰りたいんだよね。はい、ごめんなさいね。あ、いえいえ。で、食事療法で超低脂肪のご飯を食べてほしい。これそうじゃないですか。あの満腹になる低脂肪で。もうちょい、もうちょい。それで超低脂肪でバランスの取れたご飯ね。だから要は水源の雇用のご飯を食べたほうがいい。それでそれがあの。でこのご飯を今日このドライフードをあげたんですよ。缶詰も欲しいです。本当？じゃあ缶詰あるかな。てか食いつぶりがいいので、で、まあ、超低脂肪のこのご飯で、脂肪がめっちゃ低くて消化性がすごい良くしてあって、で、まあ、あの繊維がいっぱい入っていると。でオメガ3脂肪酸っていうのは、あの天然の抗炎症作用、炎症作用のある薬、消化器の炎症管理に役立つ。ほんのちょっとだけ生姜とかね入ってるんですか、うん、抗酸化成分が、では酸化しないようにね、そういった成分が入ってるご飯 で、まあこういう原材料が使ってあるわけですけど、あの子だともともと5キロぐらいあったから、ドライフード112g、 1日ね、1日100、手で言うと、あ、測りないですか。体温計もないし、
中田さん、56g ちょっと袋に詰めて。だいたいこんなもんだくらいで、うん、じゃあ、はい、缶は今ないです、ごめんなさい、取り寄せておきますわ。はい、とりあえずドライ、ドライ食べたからドライを。あのビデオで見せてもらった時にカリカリをそのまま食べさせてましたんですけど、そうそうそう、私水をあのふやかす一歩手前ぐらいの水と一緒に飲ませて、うん、あ、それはいいですよ、それでも、はい、でそうしないとあの噛み切れないし、歯もあんまりないし、だから飲むと最初の 10g は点滴ちょっと入ってからやったらあっという間に食べたんですけど、うん、嬉しかった。で 112g ですよね。でそのうちの半分は 56g だからどっかに入れる、ちっちゃいし、56g 中 45g、 これがあの子食べた量、ね、今日ね。で少し残したってことですか。少しは残す、それはね、そんな すぐには完食できないですよ。最後の方に残ったやつを全部ペロリと食べた図があったんですけど、あ、それが最初の 10g だと。あ、最初とりあえず 10g だけ食べるか食べるか分かんなかったから、それが最初だったんだけど前後で分からなくなっちゃった。ごめんなさい。いえいえ。でだからまあお家ではね、あの 56g を1日2回にしてほしいんで、うん、お家帰ってちょっと 112g ですね、1日で。これが56だよね。でこれが 56g です、はい、でこれはちょっと今日夜から食べさせていいですか。そう、食べさせていいです。でこれはちょっと目安として置いといて、あ、1キロを出しますんで、とりあえず1キロで、はい、1キロで、それで大体これぐらいが56だよって見といて歩んでください、はい、だから今日の夜ご飯は 56g ね、だからここね、あ、今日はここなんですけど、うん、夕飯が、あ、これが朝ごはんになってます。ああ、そうか、ここ食べなかったから、皆さんね、うん、そう、あ、これが朝ごはんになってます、うん、だから下に書いてください、今日の分は、はい、てか明日は、明日からだもん、これ、うん、じゃあいいですよ。なんかわかんない、ごちゃごちゃですよ。じゃあ 56g ね、入れて何グラム食べたかね、それを見てください。で、まだうんちしてないから、うん、あの今日したかったんだろうな。あ、それでうんちの検査もしたんでね。あ、ね、で、このこれが、ごめんなさいね、全然おっしゃって。いいじゃ、このご飯を出します。はい、だけど本当、私も嬉しかったね、45g 食べてくれたとか。あ、本当本当、ご飯食べると本当嬉しい。じゃ次、とりあえず薬を3日分出しますんで、うん、もう今日は投薬済みだから、うん、明日から1日2回飲ませるのと2日に。いいところ。はい。それが2日に、これは。書いてくれてます？書いてくれてます。これが2日に1回ね。うん、2日に1回飲む。明日からですね。そう。で、まずこちらからね、うん、何が入ってるかをちょっと書いておきたいんですけど、はい、5月の25からね。初めて見る。1日2回。あのご飯と一緒に混ぜて。そう。はい、で、混ぜて食べるかな。でここではね、お水で溶かして昼食で飲ませてんだけど、ご飯食べたら薬やってみる。口からがね、そうそう、口からがいいね。だけどもしご飯食べないんだったら、うん、最悪ね、薬ではやらんでください。ああ、そうですか。薬、あのご飯食べたら薬やっていいです、うん、アモキシシリン、これ抗生剤ね。これいや、それだけじゃないですよ、うん、いっぱい混ぜたんですね、これ。そう、そうです、うん、抗生剤、このアモキシリンがこういうちょっとこういう色してるんですよ、うん、それからウルソデオキシコール酸、あ、ここに入ってますか、ウルソ、はい、結構多い量で入ってます、はい、今あるのはじゃ あの飲まなくていいですね、飲まなくていいです、はい、これで50ミリ、はい、1回に25ミリ分入ってます。でこれはまあご存知のように肝臓の働きを元気にするのと、はい、胆汁の流れを良くする、肝も入ってるんですね。飲んでたんだけどな。でこれが悪いから先にビリルビンが上がってきてるんでね。次、ピモベンタン。ピモベンタンっていうのは心臓の収縮する力をちょっとだけ強くします。で全身の血管をちょっとだけ広げます、うん、血管拡張。そうすると心臓とか腎臓の負担が和らいで、いろんな臓器、各臓器の機能が良くなります。なんでかというと、各臓器の機能が上がると。なんでかというと、そこにもう一回、心臓が壊れますよね。で、この子心臓がちょっと大きいって言ったじゃないですか。
心臓ってさ、右と左に分かれてるんですよ、うん、で、ちょっと長くなったかいけど